はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回ですね、私、河野玄斗が勝手に選んだ、医師国家試験、面白問題ランキングベスト3。僕自身ですね、最近まで医師国家試験に向けて勉強した受験生だったんですけど、つい先日無事終わりました。その国家試験の前とかは、1日に12時間とか結構勉強したわけなんですよ。でですね、過去問解いてる時に、なんだこの問題はっていうね、面白い問題がたまーにあって、その時思わずニヤってしてしまうわけですよね。そうするとそのライブ配信の時にコメントで、あれ笑った?みたいな書かれてたんですけど、本当にね、たまーにめちゃめちゃ面白い問題があるんですよ。というわけで今回はそういうちょっとね、笑える問題を紹介していこうと思います。問題は難しくなくて、医療の知識がない人もちゃんとわかるように、要素を結構省いたりして載せたので、ぜひね、最後までチェックしてもらえると嬉しいです。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。私、河野玄斗は勝手に選んだ医師国家試験面白問題ランキングベスト3。第3位からですね。これ去年の問題です。問題はこちら。72歳の男性、膵がん手術後に追中である。この膵がんですね、かなり治療成績が悪いんですね。見つかった頃には手遅れであることが多くて、これなかなかね、治療でうまくいく可能性がかなり低いと。現在はね。ということで、まあ、膵がん手術後に追中、すごくかわいそうな方ですよね。膵がんの手術を受けて、だけど、検査の結果、転移が見つかっちゃって、余命3ヶ月と、かわいそうですよね。患者さんも主治医に、先生もこれからどうしていいかわからないよと訴えたと。もう本当に患者さんが切羽詰まってるんですよ。もうどうしていいかわかんないよと。医師の応答として適切なのはどれか。それに対する選択肢がこちら。私もわからないですよ。もうサジを投げるっていうね。もう医師も投げやりになってるっていうパターンですよね、これ。爆笑しましたよ。もう想像するだけで。先生もこれからどうしてもいいかわかんないっすよっていう、切羽詰まった状況だっていうふうに思って、かわいそうに医師の応答なんだ。私もわからないですよ。いやいやいや、それはないでしょっていうね。まあこれはもうおかしいですよ。ただ、まあ、逆に笑えてくるかもしれないですよね。助けてください、お医者さんで、私もわかんないですよとか言われたら、え?みたいな。あ、もう本当にダメだってなりますもんね。いや、本当にダメだってなったらダメだ。はい、これバツ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 。もうね、こういう不意打ちやめてほしいですよね。ニヤってしちゃうので。まあ、現実を受け取る、これもダメですよね。もう少ししっかり、しっかりしてくださいじゃないですよ。かわいそうですからね。ご近所の医療機関に代わってください。いや、最後に責任持ちましょう。ということで、今回の答えは、そうですね。今後の答え一緒に考えましょう。まあ、こうやってね、ちゃんと寄り添ってあげるということが大事なんですよね。まあ、こんな感じで医療の知識がなくても解ける問題がたまに出されるので、こういう問題は落とせないですね。ただこういう選択肢はね、ちょっと笑っちゃうんでやめてほしいですね。続いては第2位。これ今年の問題で僕が受けた年の問題ですね。はい、僕がね、受けた時、お、面白い問題出るなというふうにびっくりしましたね。はい、問題こちら。23歳の男性、自宅で倒れているのを発見され救急車で搬入された。なるほど、倒れてたのか。徹夜でゲームをしており。もうちょっと問題がありますよね。23歳の男性で。昨夜から母親の制止を聞かずに市販のカフェイン含有飲料を多量に飲用していた。摂取カフェイン総量は 2500mg 以上と推定された。もうだからカフェイン中毒ですよね。もうエナジードリンクだったりコーヒーだったりそういったね、カフェインをたくさん含むものを夜通し飲んでいたと。で、今朝自宅で倒れているのを母親が発見し救急車を要請した。これですね、まあ、カフェイン中毒の問題で、問題自体はどういう輸液をするべきかっていう問題だったんですけど、これですね、この問題の突っ込みどころは 2500ml 以上なんですね。はい。まあ、2500ml 以上かっていうのがね、どれぐらいの量かっていうのはわかんないじゃないですか。これ実際ね、調べてみるとわかるんですよ。エナジードリンクとかあるじゃないですか。そういうカフェインが多く含まれている飲み物っていうのは、だいたい多くても 100ml あたりカフェイン 50mg しか入ってないんですね。とすると 2500ml 以上を摂取するためにはどれだけの量を飲まなきゃいけないかっていうと、はい、50ml の50倍が 2500mg なので5リットル飲んでるってことなんですね。だから夜通し5リットルエナジードリンクどうなってことなんですよ。これはもうね、フードファイターとかの騒ぎじゃないですよね。もう胃袋が強靭っていうことですね。23歳の男性。まあ、この方太ってんのかなとか思ったんですけど、別に太ってるわけじゃなかったですね。ただ本当に胃の容量がパンパンになるまで。それか、まあ、5リットルも普通一晩で飲めないじゃないですか。そんなゲームさすがに夜通しやってるから眠って思ったとしても、してもですよ。そんなね、徹夜でゲームするぐらいでね、まあそのゲームしてる最中ってアドレナリン出るじゃないですか。どんなに眠くなったとしても5リットルはさすがに取らないんですよね。だから、まあもはやこの23歳の男性、
このエナジードリンクのカフェインを濃縮還元してるんじゃないかなって感じですよね。うん、濃縮還元してる技術を持ってると。いやもうこの方ゲームするとかいう以前にもうその技術を持ってね、いろいろ就職とかねしたらいいと思うんですけどね。まあとりあえずね、飲みすぎないようにしましょう。最後、いよいよ第1位の問題です。これは、5年前の問題ですね。はい、問題。35歳の女性、3ヶ月以上続く疼痔感を主訴に総合内科を受診した。症状は午後から夜に増悪するが、日常生活に支障はない。まあ、頭が痛いってことですよ。頭が痛いって言ってるけど、複数の病院で CT と MRI とか取ったけど、異常はないって言われたと。だけど、頭部 MRI をもう一度行ってほしいと患者は強く希望している。だから、頭痛い、検査してって言って、いや、何もないですよ、異常は。っていうふうに言われてるけど、いや、本当に痛いから、もう一回、念のため検査して、というふうに希望していると。この医者にまず、医師がかける言葉として適切なものはどれかと。医師にどういうふうに声かければいいですかね。まあ、さすがに CT も MRI もね、何回も取って異常はないと言われているので、おそらくね、今後も、まあ、MRI 取る必要はないかなというふうに思うんですよ、状況的に。不必要にね、検査をたくさんしてはいけないということで、まあ、なるべくね、断ってあげなきゃいけないんですけど、まあ、その中で選択肢がこちら。私に任せなさい。いや、かっこいいっすよね。医師がかける言葉は私に任せないです。これもう行ってみたいランキングベスト1位ですよ。これもう本当にね、厚生労働省の方どういう思いでこの選択肢入れたんですかね。私に任せなさい。これ多分ですね、医者の方で私に任せなさいっていう医者たくさんいますよね。なんかもうかっこいいですよね。医者がかける。助けてください先生。私に任せなさい。これもう行ってみたいんですよ。もう本当にヒーローみたいな感じですよね。ドラマの世界ですよ。はい。まあただね、検査してくださいってお願いしてて、私に任せなさいって言ったら、検査してくれるんですかってなっちゃいますからね。これはまあダメですと。これは罰ということで、正しくはね、頭の思いが強いのは心配なんですね。こうやっぱ思いやりを持って寄り添ってあげると、やっぱ結局これが大事なんですね。私に任せなさい。まあ、こういうね、やっぱちょっとぐいぐい引っ張ってあげるタイプのね、医者もね、かっこいいと思うんですけどね。うん、今回は適切ではないというわけで、まあ、ぜひ、私に任せなさい。現実の場で言う機会はかなり限られてるとは思いますけどね。まあ、好きあらば、これ、ちょっとね、行ってみる機会を作ってみてください。ちょっとよくわかんないな。ということで、まあ、今回ね、医師国家試験の面白い問題ランキングベスト3を紹介したわけなんですけど、まあね、わかりやすい問題ばっか選んだので、本当はね、実際は結構難しいんですね。でも、まあ、中にはやっぱり、どうしてもちょっとね、面白い問題が紛れてしまうと。面白いって言っても大事ですよ。ちゃんとね、どういう言葉をかけてあげればいいのかっていうのは大事なんですけど、ちょっとね、選択肢ばらけてくるみたいなね。だからね、まあ、医師国家試験受ける方もいるかもしれないんですけど、その方は、殺して頑張ってもらえたらいいなと思います。ということで、この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、あとこういう動画撮ってほしいっていうものを、ぜひコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。